三代目、三遊亭演歌1月10日から2017年4月23日は、日本の落語家、俳優、日蓮宗僧侶。本名、中澤忍であるが、出家後の資料では、中ま窓か法としている場合がほとんどである。出囃子は、にもえ。縄文は固くえ。青年については1932年説と1929年説があり。 落語協会公式サイトでは1932年1月10日となっている。これに対して1929年説は空襲で役所が焼け、戸籍を再度届け出た際に家族が間違え、戸籍上3歳はかくなったためであるとしている。一般的には1929年説が通っているともされていたが、4代目演歌によれば3代目の通夜が終わった後、 飲み屋であった岩倉鉄道学校の卒業生が1931年生まれで、演歌のことを一年後輩と言ったこと、かつて手伝いに来ていた演歌の母に1929年生まれが正しいのか聞いたところ、そんなに早く産んだ覚えはないと言われたことに加え、1929年節は五代目、春風亭流朝里の確執の末に出てきたものだという。演歌は日頃から、 柳朝とは、ソリが合わず何かにつけて、意地の張り合いをしていたが、ある時柳朝に、俺は昭和4年生まれだ。そっちはと聞かれ、負けず嫌いがゆえに1932年生まれの、年下であることが言えず、俺も4年だと言い返し、これが定着したものだとしている。三代目、三遊亭演歌縄文、片上東京府東京市向島区出身。幼少期より、 高市屋を経営する祖母、中沢田だと二人暮らしであったという。東京市第二次島神城小学校時代の先輩には小川博同級生には後に漫画家となる滝田優がいた。なお、この頃から喫音症を患うようになる。卒業後は、鉄道員になりたくて岩倉鉄道学校に入学し、同校を卒業。その後について、 運輸通信省東京鉄道局に入局し、山手線新大久保駅で駅員を務め、終戦を迎えた九百四十五年八月に、東京鉄道局を退職、同年九月に二代目、三遊亭演歌に入門した。に語られることがあるが、講座の上でのネタ、漫談での語り、あるいは講座外での嘘が混ざっている話で、新大久保駅員であったことも、真偽の根拠が不明であるため、 これらは、弟子の立花かきつの助らによって、講座で語られている。戦後間もない頃、実家を間借りていた人物が、ポコちゃんこと四代目、三遊亭窓から楽であった。円楽に吉音症の克服を相談したところ、落語家になればいいとアドバイスを受け、寄せ見物に行く。ここで二代目、三遊亭演家と出会い、入門。前座名、三遊亭歌児。なお、入門した。 詳細な時期については不明。自伝及び落語では1945年9月1日とあるが、実際はこれよりもっと遅くに入門したと言われる。1949年、二つ目に昇進し、二代目、三遊亭歌役子に改名した。この頃スランプに陥り、一時期大阪へ失踪。周囲に悟されて、東京に戻るが、岐路の都電で演歌と遭遇。明日の朝。 おいでと言われ、翌朝恐る恐る謝罪しに行くと、今までの芸じゃダメだ。何か、新しいものを見つけて来いと一ヶ月ほど暇を出される。そこで歌役子は、祖母の疎開先であった秋田県湯の大温泉へ向かった。ここで、現地の人と東京の観光客で方言の違いで、両者の会話に祖母が出ていたことが面白く、これを落語に取り入れることができないかと思案し、 そこへたまたま持っていた上田里氏の訳詩集会長音に収録されていたカールブッセの詩山のあなたを加えてできた話が歌役子の代名詞とも言える創作落語授業中であるこの授業中を早稲田の寄せ豊かでやったところを大いに受ける気を良くした歌役子は NHK ラジオにかけるとこれまだ大好評こうして1950年代には 歌役子の名前は全国区になっていった。1957年には二つ目のまま林家、三平と鈴本演芸場で取を務めるまでになった。1958年9月、新内に昇進した。歌役子時代、黎明期のテレビ演芸番組に多く出演し、1960年代の演芸ブームでは売れっ子芸人の一人に目される。この時の活躍から、 初代、林家三平と共に、爆笑落語の時代を築いた人物として、後年に知られるようになる。一時期、商店の大喜利メンバーとして出演。この頃に、自作の授業中で人気を博したことから、この時代の世代からは演歌襲名後も、歌やっ子と呼ばれることがあるという。1967年に、昭和天皇の前で、午前公演をしたと語られることがあるが、 真実は不明である。1970年9月、三遊亭演歌を襲名した。以後は、テレビ出演を控え、講座に専念。1971年、文化庁芸術祭優秀賞受賞。1985年、出家。日蓮州駆動寺で修行し、法号、本有院演奉美神を名乗り、話し方僧侶の二足のわらじを吐く。中家の人々では、 前妻の死去をきっかけだと語られるが、審議は不明。高齢となってからの入門だったため、お経を唱えながら、水漏りを行っている最中に、心筋梗塞で倒れ、東京女子大病院へ搬送されたとこちらも、中沢家の人々で語られるが、真偽は不明。この一件について、後に演歌は、寺から病院に行ったのは俺くらいだ。俺が退院した後に、同じ病室に、 いつみまさたから著名人が立て続けに入院して、亡くなっていった。俺は良いタイミングで出てきたな。マスコミからの問い合わせに対し、三遊亭小園家が誤って、病状は近親相関ですと答えた。なんで俺が親と寝なきゃならねえんだ。などと中沢家の人々のネタにしている。1987年、当時の落語協会副会長を六代目。 小家老馬学の死去に伴い、副会長に就任。1992年、浅草芸能大賞大賞受賞。1996年8月、5代目、柳谷子さんの公認で、8代目会長就任。2006年6月から、最高顧問に就任。2002年、君四等旭日小受賞受賞公認の会長は、2001年に死去した3代目古根亭。 新町の公認で副会長に就任した五代目、霊霊シャバ風である。1967年から2015年まで、東京都千代田区六番町に在住。なお、住んでいた自宅は、作家、有島武雄の旧家であったと、中沢家の人々で語られるが真偽は不明。2015年からは、湯島のマンションに住んでいた。関係者によれば、最後まで講座に上がり続けるために、 鈴本演芸場に近い場所を選んだ就活ではないか、としている。2017年4月23日、結が癌による腸閉塞のため、東京都内の病院で死去した。去年86。関係者によれば、亡くなる前年末頃から体調が優れず、講座を降りてから弟子に抱えられて、舞台袖に向かう姿が見られたといい、死の3ヶ月ほど前の1月4日に、 鈴本演芸場で弟子と共に座談会を開いたが、結果的にこれが最後の講座となった。4月27日に東京青山葬儀所で落語協会葬が取り行われた。得意演目は、新作では、授業中、老曲社長、月給日、電報違い、阿弥呼宿、中沢家の人々、天皇陛下、初めて落語を聞く、演歌の同票など。 古典では、変わり目、坊主の遊び、採用、三味線繰毛、コンダや、品川新中、宮戸川、湯屋版など、前日の通り、幼少期から喫音症であった。授業中、老曲社長、月休日には、登場人物に、喫音者が出てくるのはそのためである。CD、中沢家の人々完全版によると、近所に住んでいた幼馴染で後に、アナウンサーとなる。 小川博が喫音者で、真似をしていたら、自分もなってしまったという。落語家になった理由も、それの克服だが、入門時に激怒した親から戸籍を外されてしまった。また、喫音者であることは、駅員時代にも災いし、偶然同じく喫音者だった、急に本軍の人間の接客をしていた際、つられてどもって話していたところ、真似してバカにしていると勘違いして激怒した軍人に、 危うく切り捨てられそうになった。やはり喫音癖のある二代目演歌に弟子入りしたのは偶然であったという。以上の喫音に関するエピソードは三代目本人の語るところによるものであるが、七代目、立川男子は、あれは師匠に合わせた誇張で、演歌兄さんはどもっちゃいないと生前に語っている。いずれの話も真偽は定かでない。それまでの落語界ではありえなかったことをいくつか。 始めており、落語界の異端児を自称している。例として、次のようなことが挙げられる。落語協会で初めて、副会長から会長になった人物でもある。副会長時代、病気療養を理由に前会長の五代目、柳谷子さんから、次期会長を頼まれ、引き受けた。馬風なんて俺殺せば、会長になる会長になるって、あいつ知らねえんだ。代々副会長ってのは、 会長より先に死ぬもんだと、新作落語、昭和の話下でネタにしている。老局社長を自作したことからもわかるように、老局好きで、木村若江に、弟子入りまでした。副業として、伊豆長岡に、三遊亭というしゃぶしゃぶ店を経営していた。中沢家の人々によれば、この店は、自分の四番目の弟に仕切らせていたという。芸者好きで、五歳、玲子は、 伊豆長岡の芸者で亡くなった前妻、和子は向島の芸者だった。ちなみに二人の名前を合わせると令和になる。ありがとうございます。